オーケストラを楽しんでる皆さん、こんにちは。オーケストラレッスンは毎回オーケストラの曲を1曲取り上げ、実際に演奏しながら解説していく番組です。その中で弾きにくい箇所やうまく弾けるようになる練習方法、合奏の中で気をつけることなどの解説をしていきます。それでは始めましょう。本日の曲はこちら。ドヴォルザークの交響曲第8番、本日はその第2楽章を取り上げます。第2楽章はゆったりとした旋律と嵐のような部分の二面性がある楽章ですね。それぞれの場面で演奏の方法が変わっていきますので、そういったところを掘り下げてみたいと思います。またこの楽章はバイオリンソロがあるのが特徴です。ソロパートも動画の一番最後にありますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは始めましょう。最初の10小節、ダイナミクスが非常に難しい場所です。冒頭はメゾピアノからスフォルツァンドへのクレッシェンド、その後ピアノまでのディミニューエンド、その次はダイナミクスが記載されておらず、冒頭と同じようにメゾピアノからにするのか、その前のフレーズが終わったピアノからにするのか迷うところです。指揮者からどんな指示が来てもいいように、いろいろなパターンを練習してみてください。技術的な面では、ゆっくりなテンポの中にも前に進む動きが欲しいので、長い音符でテンポ感を失わずにだれないように気をつけましょう。もう一つ、スフォルツァンドやフォルテの最初で弓を使いすぎると、あと弓がなくなってしまいますので、弓の配分を十分に計算して演奏してください。音階が続くこの場所は、一つの音階を一息で演奏しましょう。それによって長い流れを作ることができ、木管のメロディーが綺麗なフレーズを演奏することができると思います。この楽章最初のクライマックスですね。ドヴォルザークがダイナミックのメロディーを書いてくれたので、弓の端から端まで使ってローローと演奏しましょう。72小節目からは細かい音符が出てきますが、弓の量は同じにキープすることを意識しましょう。楽器全体を響かせて演奏してください。81小節目のスビートピアニッシモは、その前の短い休みの間にできるだけ右手をリラックスしておけば大丈夫です。
111小節目からは臨時記号がたくさん出てきますので、音程に気をつけてください。135小節目からの美しいメロディーは弓のコントロールが命です。弓の都合で音が大きくなったり足りなくなったりしないようにしてください。どこから始めたら弓が足りなくならないかや、次の短い音符を弾くために前の長い音符の弓を節約しておかないとなど、常に配分を考えながら演奏してください。最後まで気が抜けない楽章ですね。まず149小節目の高い音の取り方、これもたくさんある中の一つですが、私がいつも取ってるのはこんな感じです。160小節目からの四分音符は音下に気をつけてください。思っているより長く感じます。162小節目のリズムはティンパニが3連符を刻んでいるので、それに惑わされないようにしてください。きちんと譜点を演奏してください。164小節目も149小節目と基本的に同じ取り方をします。
短いバイオリンソロですが非常に美しく印象に残るメロディーです。シンプルなだけに演奏が難しいソロですが、技術的なアドバイスとしては2つ。1つ目、左手が固くならないように。2つ目、弓を押さえつけないで最大の音量を出すことを心がけるです。左手が固くならないようにするには細かい音符もしっかりとビブラートをかけ、ゆっくりなシフトで演奏してみてください。ポルタメントはどんどんかけて大丈夫です。それよりも柔らかくしなやかなシフトを身につけてください。弓を押さえつけない代わりに弓をたくさん使い、弓の幅で音量を出しましょう。ここはオーケストレーションも薄くなっていますので、そんなに頑張らなくても音は聞こえると思います。あとこのバイオリンソロ、ただでさえ緊張するソロですので、無理に凝ったフィンガリングでなくてもいいと思いますし、ボーイングも楽譜に忠実であるということを意識しながら、なるべくシンプルに、考えてみてください。あとはいろいろな方法を試してたくさん練習すればいい演奏ができると思います。さて、オーケストラレッスン、今回はドヴォルザーク交響曲第8番の第2楽章をお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ゆっくりな楽章ですが、難易度の高い楽章だったと思います。長いフレーズを意識して弓の配分に気をつけて演奏してみてください。またこの曲をアップしてほしいというリクエストがありましたら、なるべくご希望に添えるようにしたいと思いますので、コメントもどんどんいただければと思います。それでは今日はここまで。皆さん、楽団の皆さんや指揮者とともに楽しい音楽を演奏してください。